はい、こんにちは。西村純一です。今日はね、新しいおもちゃが届いたので、そのお話をしたいと思います。そのおもちゃというのは、この、これですね。ダヴィンチリゾルブスピードエディターというね、ダヴィンチリゾルブっていうあの動画を編集するためのソフトがあるんですけど、まあ、それを使う用のキーボードです、ね。こういうジョグダイヤルがついてみてたり、ここら辺のボタンを押したら、 まあそのソフトが使いやすくなるんですけど、このダヴィンチリゾルブスピードエディターっていうのが欲しいがゆえに、あのダヴィンチリゾルブスタジオっていう4万円ぐらいするソフトなんですけど、それを買ったというのもあります。これね、実はその時特典でついてきたんで、実質これが3、4万ぐらいのものなんでタダでついてきたようなものなんですけど、これを使って動画編集するとすごくまあ早くできると。 いいううのが期待されるとね実はまだあんま使ってないんで何とも言えないんですけどただこれを使ってそのダヴィンチ・リゾルブで動画編集してるという動画を見てあもう動画編集はダヴィンチ・リゾルブでやろうと思ったぐらいなんで、まあ、これ使うとねかなり動画編集がこうやりやすくなるんじゃないかと期待していますもちろんこの動画もこの後このエディターを使って 編集するつもりですけど、まあ、これはまあね、ほとんど取って出しだから、そんな編集することはないんですけどね、まあまあ、こういうのからえ使って、試してみたいと思います。もうちょっとね、凝ったえ動画を撮ったときはいろいろ使えるようになるんだろうなと思いますしまあ、本当こういうおもちゃを使ってね、楽しく動画編集するっていうのもまいいんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、まだ触ってないんですけど。 ドドキドキしますね,これね楽しそうな予感しかしないです。はい、ということで「ダヴィンチリゾルブスピードエディターが来たということをお話ししました。